愛川は、大阪府の北摂地域を流れる淀川水系の一級河川。昔から地水が大きな課題であった。京都府亀岡市の竜が青山を水源とし、水田市南高浜、大阪市東淀川区愛川で神崎川に合流する。上流は、東掛川。大阪府の北摂地域最大の川で、茨城市、摂津市、水田市、大阪市東淀川区を流れる。 行政上の一級河川としては高槻市を流れる二両谷川を含む、茨城市の山間部を流れる上流部は奇跡や滝などがつながる風光明媚な場所で流線郷と呼ばれる。東海自然歩道などが整備され、夏は釣りやハイキング、キャンプで賑わい、秋には見事な紅葉を見ることができる。相川の滝では流線の滝がある。また、 高槻市の芥川上流の雪津橋も阿武山を越えたすぐ近くにあり合わせてハイキングする人も多い。大阪府は愛川上流の茨城市西法に治水と水道用水確保を目的として愛川ダムを建設中である愛川と神崎川の合流点。左が愛川、右が神崎川で手前に流れていく。 高浜京城から撮影亀岡市内の源流から南下して茨城市に入り茨城市を北から南に縦断する茨城市内には川の名前のもとになった愛という地名がある茨城市の南摂津市に入るあたりで流れは南西向きに変わる摂津市内からは南側に万体寺が平行して流れるもともとはこちらの万体寺が愛川の本流であって 現在の相川の流れの方が主流だった。元々の本流であった万大寺には、神崎川からの逆流を防止する万田関が、現在も設置されている。相川本流は、水田市南端と大阪市東淀川区の間を、縫うように南西向きに進み、淀川から分流してくる神崎川に合流するが、合流地点では、川の大きさ、水量から相川に神崎川が流れ込んでいるようにも、 見える。神安土地改良区は、神崎川と相川流域の治水と利水を行う。茨城市に本部がある。神安という名前は、神崎川の神と相川の安に由来している。この神安土地改良区は、100年以上の歴史がある。下流より記載。ありがとうございます。